大白金麻雀グランプリマックスベスト 16A 択4回戦実況の小笠原奈緒です。失礼しました。そして解説は引き続き白鳥翔が務めます。白鳥プロ、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。対局の準備は整っております。大白金麻雀グランプリマックスベスト 16A 択4回戦投牌の開始です。また日本の慎太郎の合図によって4回戦が開始されました。ちいちゃから灘、なんちゃに佐々木、シャーチャに和屈、ペーチャに柴田の並びです。ドン一曲、ドラはヤンマンです。さあ、いよいよ5回戦残りは2回戦となりました。はい、後ほどポイントが出ると思いますが、ちょっと佐々木が苦しい状況、2人勝ち上がりとなっています。そうですね。どうでしょうか、白鳥プロ、4社のこれからの戦いというのは変わってくるんでしょうか。いや、もうなんかプラスしてる人は結構横一線な感じがするので、はい、あまり変わらないのかなっていう気はしますね。はい、ただ、はい、和屈さん柴田さんが、うん、まあ、和屈さんが浮いて柴田さんが沈むような感じになると、はい、和屈さん一人ちょっと当確になってしまうのかなという、はい、とこありますよね。なので、まあ、当確とまでいかないですけど相当有利かなとは思いますね。はい、うんうんうん、だからこの回柴田さんとしてはどうですかね。やっぱまあ灘さんとの点差の方を気にするでしょうね。うん、10ポイントぐらいしか慣れてないんで、はい、もう佐々木はポイントを稼ぐのみということですか。そうですね、はい、そうなってきますね。はい、相当厳しいので、うん、ちょっと今日手配が追いついてないのもあるし、はい、やっぱちょっと周りが動き使う選手が多くて、そうですね、手配にスピードがないと厳しい、ゲームにはなってますね。もうじっくりやらせてもらえないですからね。もらえないですね。まあ、もともと佐々木さんじっくりやるタイプじゃないですけど、はい、まあ、それでも、うん、なんか佐々木さんの相手、はい、対戦相手の中でも一番やりづらい選手たちがこの卓に集まったかなとは思いましたね。うんうんうん、見てて現グランプリマックスの佐々木です。ベスト16勝ち上がることはできるのか。ドラガリアンマンです。白が統一の佐々木、いいシャンテン、 BP の統一に手をかけるワクツはマンスのポイントに、親番の灘、トーンを手の内に残しています。変わらずいいシャンテン、数ピンを重ねた柴田、ここは10ピン切り、目いっぱいではありません。うん、こういうパス打ちも本当しっかりしてますよね。球速が4枚切れなんで、はい、パス打っても受ける枚数変わらないので、はい、トンよりもパス打ちがいいですね。うんうん、トン重ねた時のことを考えると流派を重ねたのは和屈です。3ピンをあんこに、灘もいいシャンテン、カンウーマンが残った場合は闇手になるんでしょうかね、親番ですが。なんか闇手にしそうですよね、うん、やっぱり。で、なんか両面振り返ったらリーチとかそんな感じじゃないですかね。はい、親番でも1回戦目カン3ピン即リーチ行かずにアリアン面のサブローピンになってリーチっていうのも見たので、はい、おそらくそうなんじゃないかなと。今回もそうなりそう。お、うん、こうなるともう両面入ればリーチですかね。うん、マンズが伸びるかワクツ、ドラが1枚、ドラってまだワクツが1枚持ってるだけなんですね。山にはまだ3枚残っています。なんと、じゃあここのリャンマンも、はい、リャンマンで埋まりそうってことですか。ワクツのリャンマンの重なりも期待できる。ローソー重ねた柴田、どこで上がりが取れるかですね。ここは川をよく見る、すっぴん打ち
かな、スーピング1枚切れで。でもマンズ先処理しときたいと思うと、はい、何に手がかかるんですか。ローマンとかもありますかね、うん、ローマンです、うん、なんかパーマに手かけることはなさそうなんですよね、はい。なんかマンズが4面系で差し5、6パで一見使いやすいんですけど、うん、はい、なんかそうするとマンズ待ちが最後残ってしまうのがほとんど確定になっちゃうので、それが嫌ですよね。うん、上がりづらいみたいな。となるとあの他のところ他の色でフィニッシュさせたいと、うんうんうん、おそらく思ってるはずなので、はい、そう考えるとやっぱローマ打ちになりそうですね、はい。そして白のポンを入れたのが佐々木です。天杯サブローマンです。積もりました。すぐの積も上がり480テンパネです。480 480 400 700。呪文失礼しました。さあ、トニ局迎える親番佐々木です。この4回戦で加点をどんどんしていきたい佐々木、大事な親番。また佐々木は髪を切ったんですね。前髪がないですもんね、はい、前髪がないありますね。前髪はあんまりないですね今日は。ドラは1枚です、はい。今がんこの枠つ一面つ、柴田もドラが1枚、チューンが重なったところ想像で一面つ。あ、結構ドラがばらけてますね。トーンがドイツの名だ。そうですね、うん、重なってくれるんだったら嬉しいんですけどね、はい、1枚あるのはすごく邪魔です。荷物なんで、はい、これも老装っていうのは結構面白くて、切るならリャンマンっぽいですよね、はい、なんですけどやっぱり2差し1、2差をまだ見てるので、うんうんうん、老装打ちってことになるんだと思うんですけど、はい、こちらの手です。ここから老装を切り出していきました。これで、ね、今度は統一手が見えるようになったので、はい、いい層を残したって感じですね、うん。ジャンピンを重ねた佐々木、少しずつ前進しています。あ、どうしますこれ。イースを切れば一応メンツ手、はい、イーシャンテですね。チートイスにするのか、イースを切ってメンツ手に。チューンはまだ出ません。もうチューンの相手も出てくのがドラだと、そうですね。おお、これは闇点、トラ切って闇点で、はい、そのまま行くか、はい、まあおおチュンかと思いきやね流派でした。さあ、もうでもこれドラが出てリスクがちょっとなくなったんでリーチ打ち手はあるんじゃないですか。もう自重につま切りリーチとかでもあるかもしれないですよね。ちょっとでも加点したいんで。本当だ、ね、ドラがチュンチャンパイで合わせ打たれなかった場合は結構きついんですけど、はい、こういうリーチってどう見えるんですか。リュウハが切って様子見て次の自順でリーチ、はい、あ、打点なんか高くはないのかなって思うんですか。なんか、うん、ピンフのみだったらそのまま闇点続行しそうなんでない、はい、ないじゃないですか、はい、あ、チュンが出た、うん。柴田の上がりとなりました。リーチ中チュン2600の出上がりです。でチュンで当たった時に、はい、もう一役あるとしたら、はい、例えばイーペーコがあって、うんうん、イーペーコチュンだったら多分初切りリーチになるんですね、はい、勝負手なんで、はい、だからチュン打って当たった時はリーチチュンの26か、うん、もしくはリーチ一通チュンとかの8000の可能性とかありますけど、5人を8000にするリーチを打ったっていうことはちょっとだけ考えられますけど、でもやっぱり、あり得る、うん、はい、でもやっぱりその26のケースの方が断然高いかなと思いますね、はい、チューンで打った時は。さあ、リーチチューン上がった柴田、でもそれでちょっとね、うん、打点が読みやすくなるので、はい、そこを利用して一回ね、つもぎりリーチ入れたりっていうのも今後あるかもしれないですよね。ちょっと私それ教えてもらいましたこういう時は嫌かもしれないけど、一時回してつもぎりリーチは効果的だよみたいな、うん、それ絶対勝松さんでしょ言ったの。いやー、だからヒロさんだったから。ヒロさん、なんかそういうなんか戦略的なことを言いそうなのちょっと勝松さんっぽいですね。
なんか確かに、まあ、効果的ですよね、うん、その一巡だけ来るなよって祈るみたいな、はいはい、テンパイ入った。早くもテンパイ、リャンマン短期一手狩り3色もあります。何のポンです。何のポン。龍が後付け。役なしだ。そうなんですよ。シャーチャですからね。やめて。これは手代わりがちょっとサブローピンでそのままねリーチ打って積もれればリーチ打ちたいんですけど、はい、まあ、3色変化やドラ引きでサブロック9万とかにもなるんで。はい、まだやめてを続行する。これは変えず、ローピンが出た。ローピン柴田の上がりとなりました。ピンフドラ1 2000点の出上がりです。もうトン4局ですよ。はい、早くもトン4局。もう4局柴田の親番です。このまま柴田さんは、まあ、親番で、はい、この親番とかで一撃決めたいっていう思いもあるでしょうけど、うん、まあ、2回とも浮き取っていくような感覚でいいのかなと思いますね。6回戦5回戦そうですね、うん、もしその親番連チャンできないのであれば、はい、まあ奈田さんと和久さんともに、はい、2回とも自分の方が点数上であればおそらく通過できていることの方が点数状況的には多いので、はい、こういうトーナメントで状況的に降りるでしょうみたいな、はいはいはい、前原さんの方位戦とかでもあったと思うんですけど、はいはいはい、それ切るんだ勝負していくんだみたいな、はい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 、どこまでも進めますよみたいな、はい、ありますね。やっぱなんかこう見ててすごいものを感じませんか。いやもうやめてくれと思いますよ、ね、そういうのなんか自分が対戦してたらなっていう風にやっぱ置き換えちゃうんですよね、はい、やっぱそうなった時に相手がそういうことしてきたら、うん、なんかテンパイ確実だなと思ってて、はい、実はテンパイじゃなかったみたいな時とかもあるわけじゃないですか、はい、それが嫌ですよね。ちょっと読みがずれていくわけですね。いやそう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 なんですよ。よっぽどの手じゃないといけないよみたいな時も行くじゃないですか、はい、そうですね、まあ、それがやっぱ強いとこなんでしょうけど、はい、もうずっとファイティングポーズ取り続けますもんね。そうですね。チュンで柴田が止まります。チュンのポン小さいちのイシャンテンなんですけどね、はい、ちょっとあの割と、うん、ヤクヤクとか仕掛けていって、はい、もう 5% とか、うんうんうん、でも十分っていうところでしょうね。はい、ドイツが増えている佐々木。普段よりみんな積極的にちょっと自敗打ってくるっていう感覚もあるでしょうし、はい、また佐々木さんは割と普段自敗打たないようなところからも打たざるを得ないんじゃないかっていうので、この仕掛けをする方を選択したって感じですね、はい。順のポン入れているのは柴田です。じゃあ和久さんはしっかりガードしてる感じですかね。下茶にいるのが柴田テンパイ、これはリーチですね。ロックストです。ナダからのリーチ、リーチピンフドラ高めが単野王となっています。町は六9層、老層が全山、牛層が三山、嘘だろ7枚残っていますあ、ここに来た。まあ、ローソーで上がった方がいいですもんね、はい、佐々木もスワンコチートイツ見えます。リャンマンが通りました。数字のキューピン、まあ、こ
この点差だとスワンコ逃せないですもんね、はい、欲しいところですね。柴田はどうする。一品は現物、6球層山のようにまだ残っています。山のように残り6枚。いや進まないですね、はい、もうほとんど折りみたいな感じになっちゃいましたね、うん、いまいち来た。ああ嘘でしょ、すごいんだけど。あります、2万と9層と地ピン。あ、ここに地ピン来た。けどあります、地ピンはないけど、地ピンはない、9層と今ある、ある。ただちょっともう名田さんがな、うん、6球層強いですね、超強いですもんね。苦しいか、いやわかんないですよね、でもまあ可能性ありますけど、うん、そうですよ、ローソーがまだ1枚も見せないからねローソー宝珠でも7700か、大きいですね、大きい。ここに急走、急走は残り1枚。山がずれてればチーピンと急走、うん、ありましたからね。どうなるんだ、柴田は白になりますかね。ドイツの白に手をかけるのか、他はないですよね、まあ、中筋のウーマン切っとくという手はありますけど、はい、ウーマンの方が安全度高そうですけどね、うん、白から引けない、なんでまだあるのに、どこに行った。だってローソー4枚ですよ、まだ4枚ですもんね急走が残り1枚ですけど、そろそろか、まだ佐々木は、ああ、うわ、これは、ああ、止まる。佐々木の元にローソーが、天敗入りましたよ、なんか。はい、関数馬の天敗は柴田です。チュンで出上がりも聞きます。さすがに6球層が強いんですけどね、なかなか姿を見せてくれません。嘘でしょ。そろそろいるんじゃない、いない、引けない、七山引けず、苦しい、いやまだ、そして親番の柴田も天敗、二人天敗で流局です。ねえ、あっさり引くと思いましたけどね、ねえ、うんうん、満杯もいますからね、確かに、トン4曲1本は教託1本です。ドラがリャンソー、千畑白がドイツマンツで一メンツ、ドラは1枚です。ソースで一メンツ、ゴロチですね、佐々木さんは、うん、ドイツが4組ワクツです。あー、ドラ重なった、これは白勝負、白ポンしていきたいですけど、はい、はい、白はまだ山に2枚、先にもうドラ固定で数層から打ちましたね、うん、親番の柴田ですね、泣きを入れたのは和屈です、流派のポン、
ドラドラの柴田じーといつも見えてくる。まあそれでもポンしたらメンズでいいじゃんってなんでポンしそうですね。ハクは関数素引き入れた。ああいいもんポンした。バックですね。いいじゃんって。まあ積極的に泣き使ってってやっぱみんなアグレッシブなんで出てくるだろうっていうのが大きいですか。うんまあ、これの仕掛けにトン打たれましたもんね。今日のメンバーだからこそのそうですね、うん、プラスやっぱ得点状況的にも、はい、佐々木さんは打たなきゃいけない立場だし、はい、っていうとこですね。普段よりもやっぱ出やすい状況ではありますね、うん、佐々木シャンテン。柴田もいいシャンテン。どうだ、これは選択。スマンから トーンを重ねましたが、トーンはもうすでに2枚切れ。これやっぱ手から数万打っといた方が良さそうな感じはありますね。なんかどういう違いが出るんですか。今この瞬間にテンパイできたとするじゃないですか、はい、でハクポンした時に、まあ、カンサンマンに受けるか、はい、リアンマンリアンスに受けるかちょっと分かんないんですけど、うんうん、その時は例えば数万数万って手の内から打っとくと、うん、ただのトイツ落としに見えるんで、はい、リアンマンとのシャンポンがちょっとだけボケるんですけど、でも数万打っといてポンして数万手出しだともともと数万持ってたってことになっちゃうんで、はい、そうするとリアンマンのシャンポンっていうのは結構本戦になるかなと思いますね。ただまあ結局その一巡だけなんですけど、はい、その瞬間テンパれた時が大きいっていうことですね。まあ、こうやってね、あの数万やリャンマンが離れて切るように、はい、まあ、ハクポンしたらリャンマンか数万打つんですけど、はい、離れて切るようになるとあまり効果はないんですけど、まあ、細かいんですけどその瞬間は効果があると。はい、大事ですよね、そういう部分も、うん、私はたまに誤ってこう空切りをしてしまって全然それ効果ないよって、はい、確かにそうなんだ、逆にバレてるよみたいな、そうそうそう、むしろ丸見えになってる感じ、それもありますね、はい、なんか相手からどうやって見られてるかっていうのを考えてると結構使い分けはね、はい、できそうですけど、難しいですよね、その瞬間でやっぱ判断しなきゃいけないことも多いんで。そうですね、パッパって切った方がこうバレないかなとかいろいろ考えちゃって。確かに確かに。さあ泣きを感知一品で入れました。なだこれでいいシャンテン、はい、急ぎり佐々木もいいシャンテンです。9ピン、ワクツが仕掛けを入れます。テンパイ、ペンチーバン。このね、ハクがね絞られてないわけじゃなくてまだ山なんですよね、うん、実は山にまだ2枚。先ほどもワンパイに眠っていました。灘の町ハク来た、おー、やめれるんだ、強い。もうこれ来たらやめようっていう感じだったんでしょうね。ですね、あの白以外の、薬牌が全部切られちゃってるので、うん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 、柴田さん2万ポンなんでもう白しかないっていうところだったじゃないですか、はい、薬牌持ってるならってことですかね。丁寧ですよね。 うわ痛い。スマは先ほど切っている。もう順目が終盤、どう見えるんでしょうか。他の人にも打たないようにしなきゃいけないですかね、はい、数万つもぎり。振り点ですけどテンパりましたね、うん、テンパ入りましたね。今入ってないですか。いいに、あ、どうでしょう。入ってる、入ってますね。リーチ来ましたよ、絶好のローソー引いて。さあ、佐々木からのリーチが来ました。スッチーピンのテンパイでリーチを打っています。佐々木チーピンは目に見えて1枚しか いないですね、はい、灘は1スッソですが、スッソじゃないと出上がりができない形。確
4ピンで使ってない。振り手なんですね。イソ、そうです、そうです。イソが振り手なんですよ。はい、柴田はこのドラドラの手リーチを受けて風呂も入っている。ああ、奈良さん多分三層打たないでテンパイ取らなかったんですよね、スチーピンの。びっくりした。スチーピンのテンパイ取らなかった。そうですね、チーピンチーした後に、うん、うわ泣けた。これで両層と白のシャンポン、まあ、白で手上がりが可能ですが、阿久津さんのとこにありますもんね。はい、残り率も少なくなっています。どうなる。うわロー層か中筋か。雑草は現物。ロースを打つかどうかですよね、うん、おそらくロースを打てばテンパイが継続。パッソー、うん、降りですね、はい、まあ、降りるんだったらパッソーの方がいいですね。泣いて、まあじゃないですか。もう一回二人転敗で流局です。いやスチーピン結構いたんですけどね、チーピンいなかったですけど、うん、ありましたね、スーピン3枚、うん、まあ、チーピンも1枚あったんですけど、そう、はい、スーピンも3枚いたんで、トン4局日本は強卓が2本となりました。ドラがパッソー。さあ柴田は二次予選からの出場。柴田が戦ったのは近藤プロ、太田プロ、沢崎プロ、そして勝ち上がったのが1位で近藤、2位に柴田ということですね。それもまたすごいメンツですけどね。白鳥さん、はい、今日宅2本この状況うずうずするってうずうずしますけど、はい、うずうずしますけどね、はい、しますけどね。やっぱトーナメントだとちょっと難しいところありますよね。あ、またいつもとリーグ戦とかとは違うわけですね。違いますよね、うん、あのもう久田さんとかの立場だと、うん、取りたいけど結構大きく狙っていかないといけないから、はい、なるべく打点下げて、うん、泣くってことがなかなかできない、はい、と思うんで、まあ、まだ全然親場も残ってるし、うん、してもする手もあるんですけど、はい、しづらい場面ではあるんでね。もう一局一局で結構打点を作っていきたいってことですか。まあ軽く言っといて、今なんか並びとしても奈良さんと阿久津さん沈んでるんで、はい、あの自分が大きくトップ取れば、うん、まあ、一応浮き沈みにはなるので、はい、おお急走からポン、まあ、一個ドラドラ。このだって、まあ、親で勝負するっていうのももちろんあるんですけど、はい、まあ、でもさっきは打点にこだわってしっかり単品3色作ってましたよね、はい、ああいうのは結構重要になってくるかなと思いますね、うん、上靴もいい手になっている。これはね、二差しの3色ありますけど、はい、やっぱ強卓があるっていうこともあってポンテンかけますね。あ、こういうとこで強卓がやっぱ響いてくるわけですね、うん、あの相手にも取らせちゃいけないんで、うん、なんか私自分の強卓だと異様に取り返したくなるんですよねいやそれもう性格の問題ですね。もうあそこに出た時点でもうみんなのものだから、 あれは誰が出したとかあんまもう関係ないんでもう自分のじゃなくなっちゃう。自分のじゃないんで確かに、でもその気持ちはすごいわかるんですけどお、これはもう形でロース打ちましたね、はい、まあ、この曲はそんなに打点が上がりそうにないんで、はい、もうあのちゃんとしっかり上がって、うんうん、野田さんにも上がらせないようにっていう感じですね、はい、これはどっちが上がり取れそうか。
サブロストーリー1が有力ですかね。シャンポンにしてもやみ点ですか。シャンポンにしてもやみ点、これは3色狙いつつ、はい、白が出るときサッと上がるってことですね、はい、そうそう、白のシャンポン待ちにしました。和屈白は山に2枚、山に2枚、2枚、トンを重ねた親番柴田ダブトンです。でもトンが2枚切れ、この曲はちょっといけなそうですね、はい、うん、苦しいか、ローピン切り、灘が急そのポン入れている状況です。手の内からの数ピン、いや入りません。ああ、サブロス取ったらつま上がり、一終わった感じですかね。両面にしてたらリーチですよね。サブロスリーチだと思いますね、両面にしてたら、はい、今日は多分打点よりも上がりを取りたい曲かなと思ったんですよね、うんうんうん、だったらまあでも確かに灘さんが想像の染めてっぽいので、はい、サブロスにするのはちょっと勇気いりましたかね。うわ、ここまで来るとちょっと、気分は良くないですけどね。はい、嫌な感じです。さあ先も入らない、和屈はどうだ、白はどこに、柴田に来ると出なそう、ほんとテンパらないですね。全然入んないですよね。もう皆さんちょっとずつずれてる感じですね。うん、確かに。あ、ここに白がまだ時間がかかるか。夕飯のポン入れたのだ。通風路目。さすがにこの順目だと白が打ちづらいんで、はい、先に白にはなんなかったですね。うわ、白つまられてた。で、これは打たない。へぇー。流派切るときもちょっと嫌そうでしたもんね。そうですね。ただもう奈々さんから気配が出てて、奈々さん初のポン出しはチュンなんで、はい、一応嫌ですよね、白は。はい、奈々さんに対して。まあ、靴の白は止められてますね。はい、名田と佐々木のもとに、うわ、これはディバップか。あ、ここももうドラを持ってきたら撤退、すごいことになりましたね全員ノートになっちゃったんです。こんなことが、名田がテンパイ入れられないか。残りともう1回ずつ、入ってば名田となります。テンパイです、入らず、より脳天流局です。やっぱ奈々にそれだけ雰囲気が出ていたということですかね。さすがにあのもうチーソーが打たれてたので、想像余ってるようには見えるんですよね、はい、ただその打牌のテンポとかがまだ脳天なんじゃないかなって、はい、多分久田さん思って打ったと思うんですけど、はい、まあ、そこで1個もうポン開いて手が進んじゃったんで、ちょっと厳しかったのかなと。はい、内局3本まです。強卓が2本、ドラがパッソです。ハナモグランプリマックスは二次予選からの出場です。
いやだいぶ混戦ですね。もう、はい、わけわかんなくなってきましたね。さあどうなるか。残り半周とあと一ワンチャンですね、うん。5回戦って結構長いですもんね、この打ち手としては。いや長いですし、痺れますよ、うん、本当に。なんかリーグ戦って1回1回の勝負なんで、はい、まだまあ、最終節とかもちろん痺れるんですけど、はい、1回1回こう積み重ねていこうっていう感覚が強くて、うん、なんかはい1回終わったらリセットみたいな感じなんですけど、うん、トーナメントってやっぱ独特で、なんかまた次の条件変わって次の条件変わってみたい な、うんうん、なんか休まる時はないですよね。でここで何どこぐらいの位置につけとかないととか並びがこうでとかも考えますもんね。そうそうそう。って考えてたら、うん、急にハネマンが横移動して、はい、変わなんか条件がいきなり変わったみたいな。この人がここに来たの、ここに来たのみたいな。何これ、ね、みたいな。この人のポイント書いてなかったらすごいことになってどうしようみたいな。そうそうそう。確かにそういうのもね、うん、あって、お、はい、テンパイいましたね。はい、ペンチスのテンパイはワクスです。チュンのポンを入れてチュンドライチのテンパイです。さあ標準牌の地層、柴田の元にも1枚、残り山には1枚です。柔らかくいった感じですね今のは。ウーピン切り、ウーピン切ってリャンシャン手に戻して、うん、3色を見てってことですか。3色を見て もちろんあるんですけど、はい、というよりも、あ、もう絶好ですね、はあ、というよりピンズで2面って作るのが厳しいっていう感じじゃないですか。ナダさんもすごい仕掛けてましたね。親番のナダがいいシャン点からいいシャン点ですけど、気合入ってきてますね柴田さんも、うん、勝負どころ、いい音がしている。この音は皆さんにも聞こえているんでしょうか。いや聞こえてないですね。聞こえてないか、明らかに聞こえてない、はい、ないんじゃないですか。すいません、自分のつけてるイヤホンから聞こえてるだけで、はい、僕にも聞こえてないんで、役なし、うん、対応です。テンパイシャンポンか、パン闇点でペン3万、へえ、なるほど。ドラも何もないので、うん、安全の方をとりあえず切っとくって感じですかね。やめてん、ドラドラ、これは嘘ですか。変わらずイシャンテン、いいそうだ、ナダもイシャンテン、うわシャンポンつまがりだ、ペンちゃん変わらずシャンポンならばといったところ、ワクツはペンチスのテンパイです。これ外すつもりなんじゃないですかね。算数を切っている、リャマン外していきました。テンパイを崩します。うわ、チーソワクツさんだ、捉えますね。チーソワクツの上がりとなりました。チュンドライチ2600、3ボンバです。3200の出上がり、違いますね、3500の出上がり。これは大きいですよ、はい、京卓もついてきて、柴田からの出上がりですね、はい。まあ何よりこれ自分が浮いてれば、うんうん、おそらく名田さんとヒロさんの、はい、対決になりそうなんで、はい、浮いとくと結構逃がしてもらいやすいっていうのはありますね。自分がターゲットにならないっぽいんで、佐々木ついていきたいですね、大事な親番。いやこの親番大事ですね、うん、流派が統一、マンズが追い形、染めていくのか佐々木、ああいいかも。まあだから他の3者としては、はい、ここ潰しとくと、はい、まあもう一人脱落だなっていう感じは多分してると思うんで、うんうん、ちょっとワクツさんも気合入ってましたね。ドラが1枚、やっぱ一人脱落させた方がいいんですか。させた方がいいんじゃないですかね、単純に。4人
単純に4人で2枠争うよりも3人で2枠争うような感じの方がいいと思うんですけど、佐藤さんは一発大問題狙いですね。本一か、もしくはドラタンキチートイとかね、はい、ドラドラチートイツ流派が手の内で統一なので泣くこともかの、どうしていく、あこうなったら泣くかもしれないですけど、はい、ペチ引けるそれの前まではちょっとメインホンチートイツとかもあったんで泣かなかったかなと。1枚目は泣きづらい、うん、そうですね、難はまだ残しています。一通、うん、来た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 、大表さあさあ起き上がることはできるかな。気を入れました、ウーマのポン、イシャンテンです。流派が和屈のもとに、灘のもとにもあります。さあどうする、メンツの選択、マンズがちょっといじりづらいのか、佐々木がマンズのいつウーマンをポンされています。ただここはローマン切り出していきました。流派だ。これで佐々木がテンパイ。どっちに受けるか。イーマンリャンマンです。イーマンリャンマン3枚切れ。まあ使いづらい方ですね。うん、要は自分が3万を3枚使ってて、はい、イーマンが1枚、リャンマンが2枚なんで、はい、まあほとんど使いづらいし山にもいるだろうって感じですよね。こっちの方が。周りが使いづらい牌を残す。でやっぱ見事山なので。はい。全部テンパイ入りましたけど。キューピン切れ、うわ勝負リーチだ、表示牌のキューピンと、リーチといきましたな。だキューピンとチーマン、これはまた何かを起こすんではないでしょうか。キューピンが山に1枚、これもリーチいけるのな、もうすごいですね、すごいですね。まあ勝負どころってとこなんでしょうね、山さんからしても。プラスやっぱマンズが伸びてもチーマン切れないしっていうのが、はい、でも なんか蓋するのが怖くて、怖いですね。しかも打点も十分じゃないけど、はい、マッチも十分じゃないんで、うわうん、どうなっちゃうんですかこれは。さあどうなる、佐々木はイーマンリャンマン、ナダがリーチを追っていて、キューピンとチーマンのシャンポン待ち。何を持ってきた柴田スーマンです。うわドラ切ればサブロックキューピン。勝負いきます。いやちょっと行く、行くの、行ける、すごい、行っちゃいますか、これは本当ですか。親の佐々木とナダからのリーチですよ。すごい、いや決めに行くか、うん、これはでも決まり手にはなるかもしれないですもんね。キューピン流れ、これ勝負いく、うわーいったー、サブローキューピン、ドラを切っていきました。これは何事でしょう。これはしびれますね。はい。グッときますね、うん、いや久里さん本当つまれないな、てか3人でめくり合ってるみたいなもんなのに、はい、うわーロッピン、柴田の上がりとなりました。ピンフドラ1 2000点の出上がりです。あのいいピン、大きい大きい勝負牌、いやー佐々木もあと一歩一歩ってくるんですけど、
周りがね、いや上がりかと思いましたけど、やっぱ周りの攻めがすごかったですね。すごいですね。まあサブロック9ピン上がれる感覚あったでしょうね。まあもちろん9ピンだった、9ピン直撃とかだと結構決まり手になりそうですけど、はい、まあ、かわせただけでも十分大きいですね。はい、南三局です。和屈の矢番ドラがスーピンです。和屈は1次予選から2次、そして16へと駒を進めてきました。このグランプリは女性で唯一残っています。おー、また A1 リーグですからね、和屈は。なるほど、結構女性の方も今回出られてた印象ありましたけど、うん、はい、そうですね。誰が出たかな、大谷さんとか、はい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 、あとは青山めぐみさん、はいはい、十段戦で活躍してた、はい、あと中田香奈さんに西島ゆかりさん、はい、まあ、そこら辺の女流王家、プロクイーン、はい、まあ和屈さんだけ残ってますね、はい、さあ先またスワン校が見れるか、またまたまあ本当もう女性でとかあんまもう関係なくなってきてるぐらい、やっぱ最近ここ 2,3 年でね、めちゃくちゃ強くなってますもんね、女性の方も。かっこいいですよね、うん、やっぱりも憧れの存在ですよね。こう話聞いてるとやっぱり和屈プロ憧れてますとか、大谷プロに憧れてますって入ってくる人多いですもんね。確かに。なんといつドラです。カンスーピのドラを引き入れました。これカンのタイミングっていうのはまだなんですね。そうですね、まあほとんどスワンコしか見てないでしょうけど、はい、やっぱそのウーソーが4枚自分の手の内にあるよっていうのを、わざわざ相手に情報として知らせる必要があんまりなくて、逆に知らせちゃうと相手のスピードを速めてしまうことがありますよね、うん、それは中チャンパイだからってことですか。例えばじゃあこの柴田さんの手配とかって、カウッソーがないままずっとこのカウッソー残してるじゃないですか、はいはいはい、でもウーソーカウンしたらそこ払われちゃって、正解のルートを選ばれちゃいやすいっていうことですよね。それによって要は相手の上がりをカンで4枚見せることによって相手の上がりを誘発しやすいので、じゃあこの一発裏ドラのない、あ、このカンドラも増えないルールでもやっぱりそのカンのタイミングとかは大事になってくるってことですね。まあプラスやっぱこの手数ワンコが上がりたいので、順目を遅らしといた方がいいじゃないですか、はい、っていうのが一番大きいんじゃないですかね。また来た一枚切れの急走とローマンのシャンパン、はい、ローマンと急走、先ほども見た感じですね。 DH を打ってきましたなら、ローソーが切れているので急走は筋になっています。ここでウーソーのカン佐々木、さあ白鳥プロに憧れていますという言葉も届いていますよ。おお、すごい、取ってつけられた、ありがたいですね。なんかね、あれでも白鳥プロ女の子に持ってるんじゃないのみたいな、おお、なんか、はい、書かれてたんですよね。全然そんなことないのにいやー、小松さんの表情が物語ってますよね。この対局のいいですね、この、はい、好きです、アングルもスイッチャーも、はい、そう、7の現物、いや待って、ローソーの現物なんですよね、これはどういった意図だ。だからもう、打ち出さないってことですね、ピンズを。うん、ドラが重なったところでローピンを打ち出さないし、はい、もう宝珠は絶対しないということなんで、はい、ルーピンが入った時だけ安全にリア馬のテンパイ取れるようにいったって感じだと思います。
もうこれで老装になる。だから3層もねめちゃくちゃ通りやすそうに見えますけど、はい、もう点数状況的にここは自分が行く必要ないと、うん、徹底しておりましょう。そうですね、こうした方がそのトーナメントで通過できる確率が上がるんじゃないかってことですね、はいはい。まあ、だからのリーチが入っているところ、まあ、確かに合理的ですねこれは。あの枠津さんがもし奈良さんに飛び込んじゃうと、はい、枠津さん沈みの奈良さん浮きで柴田さんと奈良さんが浮いて枠津さんが沈むとかに、うおー積もった、恐ろしい、ここは奈良の積も上がりです。リーチ積もドライチ千二千の積も上がり積もってきましたね、ビシャってきましたね状況的に。そうですね、打っちゃうと一人沈み、一人沈みに、あの実際は打点が26だったんで、うん、大丈夫なんですけど、はい、2人が浮いて自分が沈むと自分がターゲットになっちゃうとか多いんで、まあ4局です。わあもうあっという間、4回戦もない4局、柴田の山です。は受けると大きいですけど、奈良、はい、さんより上で終わりたいっていうのはちょっとあれでしょうね、はい。あ佐々木はどうですか。いや久里さんもまあこの状況だったら、まあ、トップ狙うか浮きかどちらかにしといて最終戦にかけるしかないですね、うん、あのここは無理に大振りする必要はないと思います、はい。なんかその役満だけみたいな感じにする必要は全くないかなと、うん、次の回戦にかけて、はい、残ってるんで、はい。ただこれもう全員上がると大きくて、うん、柴田さんこれ上がれば一人浮き確定だし、はい、奈良さん上がれば浮きで、枠津さんも一上がりすれば奈良さんより上で、はい、さらに浮きまで行くっていう状況なんで大事な一局となりそうです。瞬間受けができる、ペンちゃんができた枠津、ドラが1枚柴田、柴田が一番整っていますね。ですね、うん、親番なんで突き放していい位置いきたいですかね、はい。おでも佐々木も一歩前進、どうする。あ7、8、9ってことか。9ピン切るかいいピン切るかで、いいピンだ。ピンフドライチはちょっと満足できないってことですね。シャーペイドイツなんちゃです。殺し後もある、はい、いいシャンテとなりました。佐々木は5、7、6、2、6、2以上でトップ。こうなると9ピン打ちあるか、単品になる可能性がある。いいペイコもあるし、うん、ちょっと無理やり7、8、9に固執することもないかなっていうのは、はい。あここでやはり9ピン、ガンチッソドラのチーズを引き入れます。なだきた、きた、これリーチだ。ふうガンチッソ引き入れて、これどうしますかね。見逃すかもしれないですよね、はい。あでも上がれば一応浮きなんで、うんうんうん、上がるかもしれないですけど、きたいやこれはでも柴田さん的にはこのまま終わらせたいと思うので、自分が打ってもう万が一沈みまで行っちゃうと相当ダメなので、うん、本当だ、おりますね。しかもこの久里さんのリーチがあんまり安いと思えないんですよ、はい、ドラのチーソギリリーチで、はい、まだ順命的にチーソを残して余裕を持って高い手作りをしそうの場面でドラギリリーチなんで、はい、ダメはやっぱ伴ってるのかなっていうのが考えられますね。だからもう必死で降りるしかないですね。さあ高めの3万は残り1枚です。1枚いる、1枚いますよ。ローマンも残り1枚、これ3000、6000引いたら一人浮きじゃないですか。あ本当だ、いやでもいけるかな。9で上がる確率は高いですもんね、はい、9万が3枚、あ2枚ですね。3万1枚9万2枚、うわすごいきますね。だけどもうドラ切っちゃってるんで価値がないので、どうしましょう。降りると言っても、まあ急走から詰まってましたからね、はい。あ
なくなっちゃった。なくなった。あ、つもり。ああ、やっぱ積もりった。やりますね。まあこれが自分の中でも一番勝ちやすい。はい。まあ3万積もったら一人行きまで行くんで全然違いますよね。はい。3000、6000だと12ポイント加点で、さらに12点がプラス12なんで、はい、次の9万でも上がらないですよね、もし積もったとしても。一番最後の積もだったら上がりそうですね、さすがにね。はい。でもそろそろ上がるっていうのも全然考えられますけど、おそらくもう本当あの流局能天でも自分浮くじゃないですか。はい、浮きです。あ、ごめんなさい、流局天敗でも、はい、柴田さん天敗ってないとなると、うん、浮いて終われる可能性が高い、はい、ので奈良さん、和久津さん、佐々木さんが3人で天敗ってる時だけ自分が浮けないっていう状況なんで、はい、やっぱ先天じゃと浮けない、うん、上がらないですか、うん。もうね、ローマンも3万もね、ないですからね。あとあるのは9万だけ。切ないですね。切ない、うん、切ないけど、まあ今日は相当きつそうですよね、はい、佐々木さんは。またこれがね、やっぱトーナメントだからこういうことが起こるというのも面白いですね、うん、はい、そのヒロさんが折りを選択したっていうのとかも、ね、そうですね。いつもならがっつり戦ってそうですね、そうですね、うん、し佐々木さんも普通に9万で上がってますもんね。おそらく上がってるでしょうね、はい、うん、なんかリーチして結構みんな降りてくれるような人たち相手だと、うん、あの9万も見逃しても流局して自分が受けるからって言ってつもぎりやすいんですけど、はい、やっぱり結構攻め返しが強いメンツになることが上のリーグはすごく多いと思うんで、うん、そうなってくるとこの9万でも喜んで上がらざるを得ない状況になってきますよね。やっぱこの9万上がんないで痛い目に遭うことってありますね。多いですかね。いや、痛い、なんか痛い目に実際合ってるかわかんないですけど、うん、合いそうだなみたいな、うん、で多分みんなやってきたんでしょうね、それを、はい、やってきた結果痛かったみたいな、うん、奈々さんこれテンパ入れられると浮きまであったんですけど入りません。まあでも最後のつも一回あるな。配定が7となります。相手でテンパられたら激アツですね。激アツテンパになるかね。いや、テンパってないんじゃないか、わからないテンパってなかった。はい、佐々木の一人テンパで流局で下がれはしませんでしたが、これでまた浮きとなりました、はい、トップから柴田、2着に佐々木、3着に奈良、4着は靴を並びで終了です。はい、続きましてはいよいよ最終戦となります。お楽しみに。